暑いんだろう涼みたいんだろうじゃあ、俺を、にぎにぎ。<laughs> にぎにぎ。さあ、ラジスマですよ、これは皆さん。<laughs> あの、にぎにぎ言ってたやつ、アイスやったんや。せ <laughs> やったんや。 ピコ的なね。なんか、にぎにぎできそうなアイスなんやろな。ほっこり行こう。ほっこり行きまーよ。うん。まもラじネーム。猫のしっぽ。さんからいただきました。ももさん、スタッフの皆さん、まもんばんはまもんばんは私は書店で働いているのですが、可愛いいお客様がいたのでメールします。私がレジで接客していると、一組の親子がお会計をしに来ました。 お母さんと3歳くらいの女の子で、その子が急に、宮ノ<野> <laughs> と言い始めました。<laughs> 宮ノ<の> <laughs> え宮ノって言ったママさんのこといや、まさかね、と思いながら見ていると。ママノミ宮ノの,の,の歌聞きたい <laughs> まだ うん。お家帰ってからね。<laughs> もう少し待ってね。<laughs> との会話が。えやっぱり宮野ってマモさんのことなのかなでもあんな小さい子が、マモならまだしも、宮ノ呼びするかしら。<laughs> ミアの呼びするかしらと、もやもやしながらお会計をしていると、次の瞬間、その子が、君と信じたこの夢はと、歌って踊り出しました。紛れもなく社員でした。その子が言っていたミアノとは、やっぱりマモさんのことでした。<laughs> 3歳児のハートをもとりこにしてしまうマモさんはさすがですね。 不思議これ。なんで宮野だったんだろう。なんでだろうね。でもお母さんだと思うんだよね。でもこのお母さんのお家帰ってからね、もう少し待ってね。家で宮野着こう、ね、<laughs> なんか想像ができない <laughs>。私宮野のライブ行ってくるから。いて。頭ぶつけた。 じわわじじるよね <laughs> じゃないとお子さんに映ったってことだもんねいい呼び方うんそれかなんだろう宮野さん宮野さん宮野さんの歌聞くが3がちょっと取れちゃって聞く宮野宮野聞く宮野聞くってやっぱちょっとダメージでかいな <laughs> 宮野聞きたい宮野まだ 嬉しい、可愛い。この家庭ではミアノって呼んでくれてんのかもね。面白いな本当にう。いろんなミアノの楽しみ方があるんだね。世の中には。